エンハイプン2期 J ヒスンが MLB の始球式を務めています。4月29日 T モバイルパークではシアトルマリナーズ VS アトランタブレーブスメジャーリーグベースボール公式試合が開催。3人はマリナーズのユニフォームを着てグラウンドに登場。今回の始球式はシアトル出身の J のマリナーズへの愛で実現しました。メンバーが紹介される時、シアトル出身の J はすごい歓声を受けていました。3人が横並びでマウンド付近に立って、メンバーがそれぞれ捕手めがけて投げ込みました。試合前にはメンバーがイチローと日本語で談笑していました。イチローから、あこんにちはと声をかけ、2期が背番号51番と伝え、はじめましてと挨拶しています。イチローも気さくに話しかけてて本当にいい人ですね。 J も長年のマリナーズファンとのことで、イチローとの対面に声が漏れていました。その後、光栄ですって日本人みたいに挨拶していました。イチローも照れたようにグラブで顔を隠してて可愛いですね。本当にレジェンドですよね。もうイチローは現役は引退していますが、絡みが見れて嬉しいです。現役時代よりも優しくなってる気もします。ご視聴ありがとうございました。これからも韓国の情報動画を発信していくので、チャンネル登録お願いします。ではまた会いましょう。